どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。はい、というわけでね、昔自分こういう動画をね出したんですけれども、まあサムネがね、離れたガルパユーザーが戻る方法って結構サムネがなんか攻めたサムネになっているんですけれども、まあ動画の内容としては、まあさゆひなのロリが見たいですって、ただまあロリを懇願するっていう、まあネタ動画のつもりで、出してたんですけれども、割と賛否両論で、まあコメントでも結構厳しいお声がちらほらあったりとか、 DM でクレーム来たりとか、まあフォロバしてあったのになんかいつの間にかブロ解されたりとか、割となんかちょっと厳しいお声が多かった、動画ではあるんですけれども、こういうのってでも必要だと思うんですよ。やっぱりこうユーザーが何を求めてるかっていうのも、これでもひょっとしたら運営さんも知ってくれるかもしれませんし、ね、まあユーザーも今何が必要なのかってこうやっぱり討論できる場って必要だと思うんですよね。なので今回も、まあ、ちょっとね批判があるかもしれませんけれども、やっぱり真面目に今のガルパに必要なもの何なのかっていうのをね、皆さんと一緒に考えていこうかなと思います。まずはね、やはりストーリーを読む人が意外と少ないんですよ。これもったいないですよね。ガルパって本当にいいストーリーを展開していて、前回のアフターグローのストーリーとか本当に素晴らしかったんですけど、意外と読んでる人少ないんですよ。これはやっぱりもったいないので、もっとなんかストーリーとかで、これ気になるなとか、そういう気になる要素みたいなのを入れると、もっと読んでもらえるんじゃないかなと思いますので、自分こういうのがあるといいんじゃないかなと思いますね。枕投げ。やっぱり枕投げって非常にストーリーでも大事な要素になっていて、女の子たちがお泊まり世界でね、枕投げをしてワクワクしないやつっていないんですよ。そういうデータがねどっかであったと思うんですけど、まあガルパのユーザーって若い子が多いので、若い子って枕投げ大好きなんですよ。もう本当に、まあ、修学旅行に行ったらもうだいたい 99.8% の方が枕投げしてるっていうなんかデータもあったようななかったような気がしますけれども、まあそういったことがあるんで、やっぱり枕投げっていうのはこう共感性も得れるし、かつそのね、ある程度年取った人も、あ、こういうことあったなとかね、まあそういう懐かしいこともね、浸れるっていうところ。最近ガルパって結構ね、アフターグローもお泊まり会ありましたし、モニカもありましたから、結構ね、お泊まり会までは行ってるんですよ。いいところまで行ってるんです。なので、枕投げまであともう少しだと思われるんですよね。いつか、まあ夢のハロハピの枕投げがね、来るんじゃないかなと思います。ただこれ、個人的に自分が枕投げを見たいだけではないです。あとはキャラクターの過去編ですよね。これはどうしても外せない要素になってくるかなと思いますね。昨年は悲願の一つでもありますさゆひなの幼少期が描かれましたが、やはりまだまだ足りないです。もっとね、過去を掘り下げるべきキャラクターがいます。その中でもさゆひなと同等、いやもうそれ以上に全バンドリーマーが期待しているキャラクターがいます。それが鶴巻心ですね。やはり心っていうとね、まあどうしてあんなに笑顔にこだわるのかとか、そういう理由まだ語られていませんし、やっぱり最もね、過去が語られていないキャラクターなんじゃないかなと思いますので、やはりまあ今年のうちか、まあちょっとねしばらくしてでもいいので、まあ鶴巻心の過去編というのはやはりやるべきじゃないかなと思います。これは断じて、自分が鶴巻心のロリを見たいからとか、そういう意味ではありません。あとはやはり売り上げですよね。どうしても売り上げが下がってくるとサービス終了みたいな形になってしまいますから、そうならないように売り上げはしっかりと上げていかないといけないとなってくるとガチャだと思うんですよ。でまあどんなガチャがやはりいいのかっていうと、これはもちろん水着ですよね。もうそれしかないんじゃないかなと思いますけれども、まあ限定で今一番人気と言っても過言じゃないのかなと思います、水着はね。なのでやはりこの夏水着限定は絶対じゃないかなと思うんですが、今一番水着を望まれているキャラクター何か皆さん知ってますか？知らないと思います。そう、鶴巻心なんですよ。いやいや待て待てとね、鶴巻心って割と CD のジャケットとか、なんならまあ過去のイベントでもね星着とかになってるじゃないかって思うかもしれませんけれども、違うんですよ。初期の5バンドで鶴巻心ちゃんはね、まあ心以外のボーカル4人は水着姿で星3以上になってるんです。鶴巻心だけは星着なんですよ。ということを考えたら、やはり鶴巻心もね、やっぱり星3以上、もう星4でいいです。星4で水着になった方がいいんじゃないかなと思うわけです。これは断じて、まあ、個人的に鶴巻心の水着が見たいわけではありません。まあいろいろ言いましたけども、やっぱり今のガルパに必要なのはハロハピの枕投げ、そして鶴巻心の過去編、そして鶴巻心の水着、これじゃないかなと思います。これは断じて個人的に見たいだけではありません。次回のサークルはマヤ VS レオン、霞と酒茶漬け。みんな絶対見てね。